ブラックフォレストハウンドブラック、フォレストハウンドは、スロバキア原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、スロバキアンハウンド、スロベンスキー・コポフ。追いたちは、謎で、はっきりとしたことは定かではないが、古代西欧系の犬種の子孫であり、ポーリッシュハウンドとは何らかの親戚関係にあると、言われている。ブラックフォレストハウンドは、古くから存在した犬種であるが、 固定が開始されたのは1950年からで、完成は1963年と近代に入ってからである。主にイノシシを狩ることを専門として使われた。パックで獲物の匂いを追跡し、発見すると自ら飛びかかり、噛み止めを行う。しかし、領中に頼らなくても、自分自身の力でイノシシを仕留めることが可能である。防衛本能の高まっている。 小持ちの母親の獅子であっても、本種の推しの強さと強靭さにはかなわないとされている。現在も、スロバキアでは大人気の犬種で、チェコスロバキア時代から国犬クラスの扱いを受け、親しまれてきた。今日でも多くの犬は実料犬として飼育されていて、 自治療になりきれなかったリタイア犬やペット用にブリードされた犬はペットとして飼育されている。小ドッグとしても飼育が行われている。しかし、ヨーロッパ国外ではそれほど見かける機会が多くない犬種である。なお、スロバキアでは警備犬や警察犬としても使われている。イノシシとブラックフォレストハウンド頭部は少し大きめで、マズルは短めだが、 顎の力は強靭である。筋骨隆々のがっしりした体つきをしている。足は短めである。商用にブリードされている犬はもっと体が引き締まっているので見間違いに注意が必要である。耳は垂れ耳、尾は飾り毛のない太めの垂れを。胸は広く、力はとても強い。コートは艶やかなショートコートで、毛色はブラックタン。体鼓は オス45から50センチメートル、メス40から45センチメートルで、体重は、私ゆともに15から20キログラムの中型犬。性格は主人に忠実で従順、活発で明るいが、勇猛果敢で、頑固、独立心の強い良犬気質を持ち合わせている。子犬の頃はやや乱暴で、喧嘩っ早いと言われるが、成長とともに性質に、落ち着きが出てくる。 このように、ペットとしては扱いにくい気質を備えているのは、本種が力が強くねえもないの獅子を狩るための、猟犬であるためで、度胸と勇敢さがなければ、これを狩ることができず、完全なペット犬種のように温厚すぎる気質ではまず、相手にならず、猟中に命を落とすことにもつながるからである。とはいえ、ペット用、商用として元からブリードされている系統の犬は、 若干霊ー性が抑えられている。本種の愛好家は、この勇敢な猟犬気質も含めて、本種のことを愛好しているため、問題はない。しつけは、基本的に主人からのみ受け付ける。万が一の事故を防止するため、飼育の際にはしっかりと訓練を行っておくことも、大切である。吠え声も大きく、運動量も、非常に多い喫水の猟犬種であるため、 初心者にはまず飼育できない犬種である。かかりやすい病気は関節疾患などがある。ありがとうございます。